はい、皆さんこんにちは、パラです。今回の動画もですね、シングルジェット、おじさまジェッターズ動画になります。前回ね、陽子が、シングルジェット乗ってしまして、ちょこっと乗ったわけですけれども、あと1時間鳴らしがあるんでね、それを終わらしちゃおう、ホームゲレンデに行ってきました。海に出たり、ちょっと川の上流を登ったりと、楽しんできましたので、その様子をよかったらご覧いただけたらと思います。重たいよ。だってこんなでかいの、170キロの乾燥で170キロ。怖っ、怖っ、怖っ。あそこに止めたね。なんか斜めに行かないと危ないよ。危険？よっぽど斜めに行ったら切り返したな。こうしましょう。このあの平らのとこから一番向こうのとこに、もう一回切り返して、真ん中ぬるぬるよ。真ん中ぬるぬるって真ん中ぬるぬるって。ここまで、ここに入る勇気が。松川さん、どうもございます。買っちゃったよ。並べると幅が全然違うもん。超ワイドハルね。だって全然人乗っとったって安定しとる。そう、動かなくなって安定しとる。そう。これ確かね、1万あ、でもこれもあの頃走りはって、まあまあね、でも今さ、ランナーが300万する時代じゃん。そう思うと安いのかなって。同じ値段で中古があったね。え？なんだ、あの130万で、FX の中古あったね。どうも。形ね、
全然別物だと思った方がいいかもしれない。なんかね、倒れないの。うん、倒さないと。おはようございます。もうあげる？まだあげないよ。おお、お願いします。この台の上に乗ってるわ。せーの。せーの。滑らないのじゃん、吉見さん、これ滑らない。そうそうそう、ちょっと滑らない。あれを、すごいうまい。なんかもうシングル、うん、別にもう右も左も普通に曲がれちゃうから、うん、いいよ。乗ってください。今ローモード、ローモード、うん、鳴らし中。そう、やばい。50代のおばちゃんシングルジェット買うって YouTube 出したらさ、今朝見たら1万回再生と。1万回いっちゃったよ。なんか模範ライダーみたいな。おい、ちょっと中島ろ。あ、どうぞ。いい？倒れないでしょ。倒れないし、うん、馬力が抑えてあるもんで、うん、倒しすぎるとあの戻ってきやすく、全く一緒だね。やっぱさ、もう L モードだもんね。なんか月悪い、うん、瞬発力かな。何段階ある？2段階 L と普通と。ヤマハのテストライダーみたいじゃん。いや、ここはお買い上げ。素直な回転する。お買い上げだね。だから素直に回るね。素直に。恐ろしいぐらい。座ったらもう全開できるよ、あれで。あんだけスピード出てると大変だ。頑張ってください。え、誰も助けに行かないというね。大丈夫だ。うん。オッケー。遠いね。いいかー。いける。結構遠いね。ちょっと厳しいか。あるよ、でかいやつが。なんで酒井さんでもこけるって。相当倒し込まないと。内側に入れんとダメなんだよね。でも面白いね。慣れると絶対面白いね。Sunny day, take me down to Cobra Lake, take me back to you.
限界かな。はい、はい、いや、浅かった。あ、本当。ジャリジャリはいかんな。ジャリジャリ。うん。わあ、何この砂。ヨネズちょっときつかったね。ヨネズまできついね。なんかあの太陽があのぐるっと太陽の周りが輪っかになってる。本当？乗っとったじゃん。ちょっと曲がるともうこれのように曲がるとさ倒れるね。いや怖い。すごく分かった。なんかビビるね。これこれビビるでしょ。なんか吸ってへんか。ゴミ吸っとるかもしれない。なんかキャビリ書いてあげるとベベベベベベってなるもんで、なんか吸っとるかもしれない。これ向きあるか。こっちだよな。みんなねやるの。鼻が痛い。めっちゃ鼻痛い。なんかおる？なんかおる？おらんね。なんだろう。うん。カニったらトイバッグっていうのあるのね。トイバッグ。ああ。そうだね。トイバッグはそんなに近くない。あ、近くない。トイバッグというより意外と川に近いもんね。小川に。うん。
もう大丈夫だと思うよ、吉見さん。その辺はここだ。そこ、そこか。ガイガソリンはこんなもん、あの不発で潰れちゃうと思って さあ、じゃあありがとうございました。お疲れ様です。はい、パラです。昨日ね、スーパージェット、ホーストのスーパージェットの鳴らしを一応終えまして、今からね、ちょっとアルファさんに点検に持ってきたいと思います。ステップワゴンにボートトレーラーも初の組み合わせでございます。はい、そんなわけでセンサーの解除をしないといけないんだけど、はい、いいオフになった。で、もう一個したパッキング、と、はい、レッツゴー。一応あるでね、ほんと左から行った方がよかったね、ほんとはね。まあほぼないと思うけどね、 K だから。何曲がったんだろう。これで怖い。